アダルトですね。アダルトですね。確かに。いや、いいんだね。あー、え？この番組は。さあ、今日スペシャル。スペシャルだ。スペシャルだ。スペシャル回がちょっと今日来ました。いいですか、ちょっと早瀬さん、今日。はい、行きましょう。あ、まず自己紹介します。マイスキル講師のデスレイマホン、と。はい、ボーカルコーチングの、はい、ボイスレーナー山森隼人、ケンリュウケル、はい、ボーカルの隼人です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いつもお世話になってます。いや、こちらこそ、お世話になってます。皆さんのおかげで。今日も僕はここにいる。皆さん慣れたでしょ、皆さんね。そう、今日撮影来ましたじゃないですか。はい。で、こう、来る途中に思いついちゃって。はい。ちょっとこれ、一撃。一撃、傷の一撃。いやー、傷さんのね、傷さんの、はい、一撃あるじゃないですか。あれ出てらっしゃいましたよね。あ、出させていただきましたね。ね、一撃。去年、そうですね、去年のね、夏ぐらいだったかな。ちょっと見てみると、そうですね、去年ですね、今回ね、秋ぐらいだったかな。はいはい、出てらっしゃって、はい、あ、ハルさん出てる。ありがとうございます。僕この回めっちゃ好きで、本当にめっちゃ見てます。うわー、もうね、名だたるね、そうです、ボーカリストがもう全部見たんですけど、集まって、特にやっぱその、うん、何回もリピートしちゃってる回の一つなんですよ。うわ、嬉しい。そうなんですよ、アナグラという、アナグラね、めちゃいい曲なんですよ。これで中毒性で。いや、中毒性あるんですよ。それで何回も聴いちゃってるっていうのがあって。わかる。これを、見ませんっていう。シンプルにね。そう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 。見ませんか。そういう回なんですよ、皆さん。めちゃくちゃいいでしょ。なので、ちょっとあの、一撃の裏側というか、あ、そう、僕が歌ったんですもんね。そうそうそう。そうだ、一撃に出た人が、一撃のリアクションさせていただくことはありましたけれども、はいはいはい、あの、出てる人に、見たことねえと思って。あー、なるほど。これちょっと今日林さんのとこ行くから、ぜひと思ったんで、はい、ぜひちょっと、あの、ご興味ある方もぜひ最後までご覧いただければと思っておりますので、このチャンネルではこんな感じでリアクション動画とか、あとボイトレ関係のお話とか普段しておりますのでね、まだチャンネル登録お済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いします。よっしゃ、じゃあ楽しみですね。うーん、おー、これ楽しみ。無茶ぶりでございます。おー、ちょっと久しぶりだな。久しぶりですか。久しぶりは緊張するな。そうですよね。いや、めっちゃ思います。なんかその、昔の映像とか見るのって、ちょっと緊張します。緊張しますね。ちょっと緊張しますよね。こんなね、前じゃない、1年ぐらい前ですかね。1年ぐらい前ですかね。これですね。これいい曲なのよ。これいい曲なんですよ。はやつさん、そう、癖になる。めちゃくちゃ癖になる曲だし。本当に中毒性ありますから、皆さん。めちゃくちゃ、本当に本当に。僕何回も言ってんすから。私、はやつさんのね、声やっぱ合ってんすよ。なあ、ですか、すごい。嬉しいな。まあ、ライスさんもちろん、ナミさんもちろん、めっとバリックス歌う。そうよ。天井でいいと。いきます。はーい。よし。こっからですよ。こっからね、こっからです。はやつさん。はやつさん、いつもありがとうございます。すいません、ほんとに。ありがとうございます。ライブ最高でした、本当に。ありがとうございます。いや、本当にいいボーカリストで。ハヤトさんに会ってきていただきました。よろしくお願いします。ユージルハヤトです。よろしくお願いします。ハヤトさんが2人いる。新鮮。2人いらっしゃる。変わんないもん。変わんない、変わんない。何を変わんない。ライブまでよろしくお願いします。そうですよね。めちゃめちゃ楽しみにしてきたんで。はい。ぜひ、こんな気持ちを共有してやってください。こんな気持ちよろしくお願いします。え、この時、どうなんですか、わなわなしてるんですか、この時。ああ、そうですね。まあ、割とワクワク感。ワクワク感、悟空がこれから、戦える喜びみたいな。ワクワクすっぞ、つって。そうなんですよ。なるほど。どうなるのかなっていうの、全く経験がないことだし、もう一発撮りで、もう登場から終わりまで回しっぱなしだよっていう。無理無理無理。無理無理。まあ本当にね、もう想像がつかない。そうですよね。ことだし、コロナ禍なのもあったと思うんですけどね、こういう、あの、作っていうのもそもそもね、間違いない。ここ数年で、間違いない。あの、生まれてきた、いやアイデアだと思う。一撃は本当にありがとうございますって感じです。いや、よくできてるというか、すごくいい企画ですね。最高の企画。最高の企画です。またファーストテイクとかね、またちょっと違った良さがありますね。いや、本当にそうです。怠慢でやるっていう。いや、もうやばい、本当に。最高の企画です。始まりますよ。きたー。あー、これね、ドキッとするんだよね。なるほど。あー、モードだ、モード。モード、あ、モードだ。ここからは、ライムさんが、
はい、いい声ですね。いい声。先生ちょっと解説していいですか。ぜひ。ちょっと深いっすよ。深いですよね。あのライムさんのノーマルポジではない。はい、あ、でも僕もそう思いました。歌い出した時に結構深い。深い深い。と思った。普段の、うん、多分3割ぐらい深いっす。なるほど。ルーノです。ん、違うな。ル。結構、もうちょっとね、あっさり気味なんですよね。なるほど。の音源ではね。なぐら、なぐら、うんね、これぐらいかな、はい。普段は多分。ちょっと深め使ってますよね。ですよね。はい。普段もうちょっと上なんですよ。うん。そう思う。ルーノですか、ルーノですか、これぐらいだね。もうちょいライト。ライトですよね。ルーノです、もうこれはちょっとこう。ちょっと深め。深めよね。うん。で、この辺がちょっと。いや、より、うわうわああ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 あアダルトですね。アダルトですね。確かに。アダルトだな、これ。ビターチョコレートですね。マジで。ビターだわ。ビターかしら。すごい。うん、なんか、もう、ここのこうアタックですか、うん、そうですね。しっかり。割と下ですね。低く。今のしっかり低い。低い。低すぎて見てますね。すごいっすね。この、うん、この曲のなんか、はい、イメージが結構、低く、深く。穴蔵ですから。穴蔵ですから。そうだ。この、一個やな。このポイントを。ああ使ってる感じですかね。すごなるほど、なるほど、なるほど。ここが、逆に、僕の場合、結構こう、はい、ナチュラルに割とこっちの音が出ちゃうんですよ。そうか、そうか、そうか。得意ですよね。得意なんですよ。どっちかっていうと。だから意外と、その、明るいというか、軽い音を、ルーノですか。そうなんですよ。これがね、僕はすごく、長年かかったんですよ。ルーノですか？こっちにどうしてもなるんですよね。なるほど。もともと喋り声も意識しなかったら結構こんな感じなんですよ。なるほど。普通に喋ったら。これだとやっぱり毎日十何時間とかこう発生するので。確かに確かに。あの、持たないですよね。ずっと原稿読んでるみたいな感じです。おっしゃる通りです。これはね、やっぱりあの、僕は声が出なくなって一つの原因だったんですけど、使いすぎなんですよ。なので、はいはい、まあ、この時はそういう意識であえて使っている。ブラック企業だったんですね。そう、ブラック、一人ブラック。天然で、ブラック企業だって気づいてない一人社長みたいな感じ。本当の穴蔵だった。ここが。穴蔵民なんですよ。そうなんです。そういうことっすね。そうなんです。まあちょっとね、この日は割とそういう発声がすごく合うかなと思って、ちょっと引き出しを開けて、そういうことっていう感じですね。二人ともローで。そうです、戦ってます。はい。そして。でもやっぱちょっと深いな。感じますね。深いのと、うんうん、これライムさんサビの最高音もうちょっと待ったな、うん、サモーぐらい、そうですね、バランス的に、うん、いいバランスですよね。そうですよね、うん、この辺割とニュートラルにちょっと近いのかな。ちょっとそうですよね、うん、ほぼ、ライムさんのニュートラルだと思います、ね、うん、なるほどね、普段に近い、はい、ツアーモーみたいな、こういうニュアンスがクククッリバース入ってきて、ね、しっかりと声帯も鳴らして、ね、ですよね、うん、ちょっとウィスパーにして、うん、ちょっとウィスパーにね、ここ深いな、ツッツッこっちに行きますね。ね。そうそうそう、で、ハヤトさん来るんですけど、はい、
でも見た。あ、ここを対照的というか。対照的ですね。ここ抜くんだっていう。そうですね。ここ高くはないじゃないですか。そうなんですよ。だから、うん、地で絶対いけると思うんですけど、うん、ここで抜いてくるね。ちょっと別回でご紹介しますけれども、はい、マクトさんが使う女性的な透明感のファルセットに近いところは使ってるかもしれないですね。一気にこう重力が一気に急にふっていくんで、はい、びっくりしちゃうっていうか。だからここもね、やっぱりこうつなぎがやっぱりあのグラデーションかけて一瞬そっちに。わかります。わかりますよね。わかります。グラデーションないと、うんねそうですね、意外とね、やっぱ音としてちょっとこう切れちゃう感じが。うん、グラムがなくなるっていうか。なくなっちゃうでしょ。そうっすね。ああ、さすが。もう究極耳がいいのよ。あいやいやいや。裸にされる。いや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 。一瞬この、抜く前にワンクッション挟んでる、ね。そうなんですよね。そうなんですよ。で、ここバチバチそうですね。の使い道ここあなたそうですね。ここでちょっとこう、なんていうんですかね、こう、つながるんですよ。そう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 。つながってるんだけど、一気に声帯の形はそう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 。いう感じです。という感じです、ね。水面下でつながってるような感じですね。そうですね。うんうん。いや、いいな。ここも抜いてます。ポンパールですね、そうですね。いい曲ですよね。生と動みたいにセンスがあるんだよな。ここで調整してましたもん。感想入った瞬間に二人してそう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 。これすらもだからそう。生だからね。リアルすぎる。本当に調整するのがあるんですよ。あの開始とかワンツー今度は僕が先そうですね、はい。ここはニュアンスだなこれニュアンシーだこれニュアンシーですねニュアンシー確かにめちゃめちゃ痛い痛い痛いそうなんですよ同じ言葉がねはい続くんですそうかそうかそうかそうはいはい、はい、そこの中でこう同じ味じゃちょっとね、もったいないので。すーごっどう変化させていくか。これは、青リプレイ回数ここ一番多いっすよ。そんなのわかるんすかああすごっすごっ何がこれの人が来てんすけどね。僕は。ダウンシェイルあははは困っちゃうな。おお、うん、え変わってるえ何それ変わりました変わりましたねめっちゃ変わってるやんワンコーラス目とね、はい、大きく違いましたねさっきのちょっと深くしたのが、うん、多分ほぼないんじゃないですかこここう2回目の方がライトというか、うん、なんか俳優みたいなそうですね俳優さんみたいなこういう感じ本当喋るに近いあですよね使ってましたねあ、ここそうですよねはいおね、なんかそのこっからね本当のラスボスみたいな感じがしますね冷静ですよねすごくそうそう、うん、なんかおやおや見られると思ったのかなフリーザの最終形態そうです、ね、みたいなうん確かに確かに真か紳士作詞確かにな本当の強いやつみたいな確かに確かにおやおや確かにねどうしたんですかみたいな逃げられると思ったのかな2コーラス目で濃くしがちじゃないですかそうですよねあえてのここで意外と。そうかもしれない。冷静な音だ。1個目はだからかませんよ。かま、おい、お前っていうやつが来て、はい、やられて、すっ、おやおやつ。油断したな、お前っつって。余裕すら感じる。そう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 。音色ですよね。なんか来てますよね。これもやっぱり、その表現として全然良いんで。でもこれができるのはやっぱり声帯のコントロール。そうですよね。器用ですね。器用ですね。ほんと。うん。怖い。カモン。ああ。ああ。攻撃的ですね。そうですね。だいぶ。ああ。おしゃれ。おしゃれですね。こ
もう一回いいですか、おしゃれおしゃれ、ここカッティングがおしゃれ、最高だ、ああ強い抜いてからえいっつって、そうですね、えいってきましたね、ここが意外と難しいところなんですよね。いや、そうです、あそこまでこうファルで抜くとね、その後の音で熱くなりすぎるとうまくいかないし、そうですよね、そう暴走しちゃうから、うまく熱くできないと逆に迫力も出ないしってところで難しい、真剣シハードルみたいな難しいところ、そういうことですね、まあまあ、ミックスでそのままいってしっかりバランス取りながら、そうですね、あの表現し続けるっていうのも一つ選択肢ですね。その方がまあ冷静にはいきやすいですね。冷静にはいきやすいですね。ニュアンスが減りますけどね。おっしゃるとおりですね。おっしゃるとおり。あなたはでいけばいいんだけど、ね、あなたは、そう、抜いてるんだよね。クワッて、その次。そうですね。この次がここで。そう。このどこでかな、あなたはどこで、これぐらいか、そうですね、バランス的にこれぐらいです、はい、そうですね、あーやっぱまあミックスのポジションよりはちょっと強いですね、うん、強めに 15%25% の間ぐらいの強さっすイメージとしてはそうですね、そんぐらいだな、うん、なるほどな、面白、そのままいかないですね、うん、あちょっとキスだね、ヒステリック、はい、これ僕ライルさんの声って、うん、もうマジでめちゃくちゃ柔らかいと思ってて、柔らかいっていうのはその、うん、柔軟性が高いと、うん、そうですね、思っていて、はい、僕なんかイメージなんですけど、うんうん、ピンボールみたいな、おピンボールってピッと弾くじゃないですか、ピッと弾くね、はい、あの感じ、こうあー軽やかにもう行ったり来たりする、どこでも行けるみたいな、そうなんですよ、これは本当理想的なバランスですよね、マジですごい、すごく軽くて動きやすい、そう本来声帯ってそういう運動ができる状態までやっぱり高めた方がいいとは思います。いや、そうですよ。はい。本当にそうだから。多分何でもモノマネできますよ、多分。確かにね。絶対そうです。そうですね。全部のポジションがあるんで。うん。うん、すごい。だからそこに瞬発的に全部しかもいけるっていう。そうですね。っていうのがね、ライムさんのこの声の、うん、男性っていうか、うんうん、男性。そうですね。うん、柔らかさ。柔らかい。うん、そういう感じ。聞いててね、なんか分かる人も多いと思います。そうですね。なんかポッピングしてるというか。そうですね。感じで、そうですね、うん。めちゃくちゃ俊敏なんです。そうそうそう、めちゃくちゃ早い。そうそう、早い。早い。そんな感じですよね。カウントそこは大事。逃がしてないんですけどね。そうですね。うん。後ろがちっちゃくなって、うわやば、ありがとうございました、ありがとうございます、やば、いや緊張感あるな、最後やばこれでライン君が上をこうハムラインをね、あそっかそっか、行ってくれたりそういうことするので、逆にもか割と強めの発声をしてますね。そういうことですね。はい。強かったですよね。強かったですね。そっかそっか、上もあるから、はい、ちょっとブレンドされるから。そうですね。最後のファルのとこ、めっちゃ緊張しました、僕が。もうね、本当に取り木まで取ってるから。そうですよね。エッジ乗らないで、乗らないで、みたいな。そうそうそう、ものすごいやっぱ感度高い、ね。こう。ムサマイクでも、ビタ付けで。怖いよ、これ。まあ、もうチュパって音すら入ってる、ね。いや、そうですよ。っていうね。そうですよ。やば。リップノイズがもう乗っちゃう。そうですね。本当にマイクの使い方が距離感も含めてすごくやっぱり上手だなと思って歌いながら、うん、おーと思いましたね。いや、そうですよね、うん、ちょっと耳にも入ってくるでしょうからね、この距離感で歌ってらっしゃったもうね、お互いの声聞きながら艶やかでした、面白い、はい、本当にマイク乗りのいい音ですね。そうですよね、はい、イオンがめちゃくちゃ鳴ってる、しっかり鳴っていい声、そして林さんのこのビターな大人の
本当大人を感じるこの素晴らしい穴蔵という一曲です、はい、これはね僕本当大好きで、うわ嬉しい、今日また帰ったらまた個人的に見ようと思ってるんですけど、別回のグレーノーズとまた違うバランスの発生してるっていうのがもし分かったら、かなりこっちに寄ってるので、そうですね、うん、あーすごい、もうこれの場合は全部バレてるの、ね、僕に本当に全部バレてる、耳だけは違う、本当に国宝系の耳を持って、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。なのでそこも要着目で、他の回と合わせてぜひあの林さんとのコラボ会を楽しんでくださいというところでございます。はい、いやー、本当に一生懸命の声でした。わあ嬉しい。ありがとうございます。本当にね。本当にありがとうございます。いやー、本当。あのご本家様、URL 貼っておりますので概要欄にチェックしてください。はい、あと今回の動画が良かったよという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録をお済みでない方はぜひよろしくお願いします。あとまあリクエスト等々もありましたらコメント欄いつも見てますんでぜひそちらもよろしくお願いしますというところで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。